まもなく成人式式典が始まります。大ホール内での飲食はご遠慮ください。また携帯電話スマートフォン等はあらかじめ電源をお切りいただくかマナーモードに設定していただきますようお願いします。なお本日受付で新成人の皆さんにお配りした封筒には記念品のQUOカードが入っております。また本日ご出席の皆さんのうち6名の方には景品がもらえる当選券が入っておりますのでご確認をお願いします。成人式参加者の皆さん、新型コロナウイルス感染防止のため式典後の会合でもマスクを着用し、大人としての自覚と責任を持って行動していきましょう。ただいまから式典を開始します。本日の司会進行を務めます成人式運営委員の戸丸翔太です。石田まどかです。皆さんご協力をよろしくお願いします。開式の言葉、成人式運営委員真下拓也。ただいまから令和4年渋川市成人式を開式いたします。国歌、歯科、皆さん国立の上国旗、式にご注目ください。国歌、歯科の順で流れますので、心の中でご唱和ください。Thank you.
着席ください。式辞、高木勉渋川市長、よろしくお願いいたします。晴れて成人式を迎えられました。皆さん、おめでとうございます。そして皆さんをここまで育ててくださった保護者の皆さん、そして恩師の皆さん、仲間の皆さん、本当に心からお祝いを申し上げます。昨年に続き、コロナの感染が拡大している中での成人式となりました。成人式運営員の皆さん、本当にいろいろと努力を準備を重ねて、今日の成人式ができました。心から感謝を申し上げます。先ほど第一部の成人式も厳かに行われました。成人を迎えるということは、自分の意思でいろんな選択をし、そして決定をすることができることになります。ただ一方で、責任と義務も果たさなければなりません。教育を受け、そして教育を受けさせる権利義務、そして働く権利、そして働く義務、そして税を正しく納める義務、こういったことを成人として、社会人としてしっかりと果たさなければなりません。まだ成人を迎えられた皆さんは若い。若さの特権は、失敗しても再挑戦ができる。どうぞ失敗を恐れず、自分の目指す目標に向かって挑戦をしていただきたいと思います。一日も早くコロナを収束させ、そして新しい日常を取り戻し、将来に向かって輝かしい未来が開けることを心からご祈念申し上げ、式辞といたします。おめでとうございました。ありがとうございました。新成人の私たちのお祝いに、大勢のご来賓の皆様にご臨席いただいておりますので、ご紹介させていただきます。渋川市議会議長、望月昌司様。はい。本日はおめでとうございます。群馬県議会議員、星名健一様。はい、本日はおめでとうございます。群馬県議会議員、金子渉様。はい、ご成人おめでとうございます。新成人恩師代表、松井博義様。はい、本日はおめでとうございます。会場には中学校時代の、恩師の方が多数参列しています。ぜひ成人された、皆様の笑顔を、恩師に見せてあげてください。そしてこれからもその恩師との絆、これを大事にしていってください。本日は大変おめでとうございます。ま
また本日はご来賓として渋川市議会議員の皆さん、そして新成人の恩師の皆さんにご臨席いただいております。ご来賓の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。祝電を披露させていただきます。成人式運営委員星野博人、本日新成人の皆さんに祝電を頂戴しております。祝電については西側入り口のホワイトボードに掲示しております。誠に申し訳ございませんが、本文を省略しお名前のみのご紹介とさせていただきます。衆議院議員小渕優子様、衆議院議員中曽根康隆様、衆議院議員尾身麻子様、参議院議員中曽根博文様、参議院議員清水正人様、以上でございます。ここで令和4年成人式運営委員が自己紹介します。小野副委員長よりお願いします。金島中学校出身、小野日和です。金島中学校出身、藤倉大輝です。北キス中学校出身、増島拓也です。赤城南中学校出身、星野博人です。古巻中学校出身、青木寛太です。伊香保中学校出身、角田光成です。伊香保中学校出身、野村キララです。古巻中学校出身、土橋奈穂です。赤城南中学校出身、町田優衣です。赤城北中学校出身、加納大輝です。赤城北中学校出身、兵藤奈々です。それから本日司会進行を担当しております赤城南中学校出身、戸丸翔太です。北キス中学校出身、石田まどか、以上13名でございます。成人の言葉、成人式運営委員副委員長、小野日和。
本日はこのような盛大な式を開催していただき、誠にありがとうございます。また、渋川市長様をはじめ、お忙しい中、ご臨席賜りました皆様には、心から感謝申し上げます。成人という人生の節目を地元渋川市で迎えられることを大変嬉しく思います。今日という日を迎えるまでの20年間、私たちは多くの人に支えられて生きてきました。これまで育ててくれた家族をはじめ、丁寧にご指導いただいた先生方、先輩方、見守ってくださった地域の方々、そして今まで関わったすべての方々のご尽力があり、今の私たちがあります。新成人一同、感謝の気持ちでいっぱいです。さて、私たちが中学を卒業してから5年が経ち、共に学んでいた私たちは、それぞれ別の道を進んでいます。私は中学卒業後、高専で機械工学を5年間学び、来年度からは大学に編入し、物理学を専攻します。5年間も学んだ専攻分野の変更は、大変勇気のいるものでした。そんな私の背中を押した言葉を紹介したいと思います。科学の歴史は、裏から見れば失敗と停滞の歴史である。しかし、早い段階での失敗がなかったら、成功も飛躍もなかったであろう。これは、日本人として初めてノーベル賞を受賞した偉大な物理学者、湯川秀樹先生の言葉です。まずは、失敗と停滞の歴史といわれる科学の歴史の一つとして、照明や液晶テレビなどに用いられる LED についてお話しします。LED の開発においては、私たちが普段見る白色を作り出すために、光の三原色と呼ばれる赤、緑、青の三色が必要とされていました。100年以上前から研究が進められ、赤色、黄緑色などが実用化されていきました。しかし、技術的な困難から、青色 LED の実用化は21世紀になると言われていました。そんな中、途方もない実験の果てに、1993年、実用的な LED の開発に成功したのです。この功績により、開発者の日本人3名が2014年ノーベル賞を受賞しました。青色 LED の開発においては、その難しさから多くの研究者が開発を断念し、開発に成功した3名も何度も実験を失敗していました。まさに失敗と停滞の歴史です。しかし、そんな歴史が開発の成功やノーベル賞の受賞につながったのです。これは科学を人生に置き換えることもできます。私のこれまでの経験についてもお話しさせていただきます。私は中学時代、中学生ロボットコンテストに参加していました。3年生の最後の大会では、県大会で敗れてしまいました。その悔しさから、卒業後もロボコンをやりたいと思い、高専に進学しました。実際に高専ロボコンで全国大会へ出場することもできましたが、賞を取ることは叶いませんでした。今考えても、私のロボコン経験は失敗続きだったと思います。
しかし、そんな失敗があったからこそ、高専に進学し、尊敬できる先輩や友人にも出会い、自分の世界を広げられたと思います。そんな私には、湯川先生の科学の歴史は裏から見れば失敗と停滞の歴史である。しかし、早い段階での失敗がなかったら、成功も飛躍もなかったであろう、という言葉が深く響きました。そして、失敗してしまうかもしれない専攻分野の転向を後押ししてくれたのです。皆さんも似たような経験をされた方は多いはずです。勉強に行き詰まったり、仕事でミスをしてしまったり、といった失敗の経験も、これからの成功につながる第一歩であるはずです。今年の成人式のテーマは、前提万里、逆境をチャンスへ、未来へ駆け出せ、渋川の力です。前提万里とは、未来の可能性に満ち溢れ、これからの道が大きく広がっているという意味です。この言葉の通り、まだ生まれて20年しか経っていない私たちには、進める道がたくさんあります。学生や社会人といった立場の違う私たちですが、自らの目標に向けて努力していることは皆同じです。科学の歴史と同様に、人生の早い段階である今こそ、将来の成功や飛躍のためにたくさん挑戦して失敗していきましょう。また、昨年に引き続き、今年も感染対策をしての成人式開催となりました。いまだに学校や職場で新型コロナウイルスの影響を受けている方々がいると思います。新型コロナウイルスの被害が拡大してから、もうすぐ2年が経とうとしています。私たちにとって、この2年の我慢の日々は、想像以上に苦しいものでした。しかし、この経験は、これまでの何気ない日常のありがたさや、人とのつながりの重要性を深く感じさせてくれるものでした。さらに、様々な情報が錯綜する中で、自ら情報を取捨選択し、行動する能力も培われたように思います。私たちはこれからも様々なことに挑戦し、成長していきます。失敗してしまうことも数多くあると思います。まだまだ未熟な私たちですが、精一杯努力してまいりますので、今後もより一層のご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。さらに、成人したということは、自分の行動に責任を持ち、社会の一員としての義務を果たしていくということが必要です。立場はそれぞれですが、一人一人が成人の自覚を持ち、渋川市の誇りとなれるよう、これまで以上に精進していきましょう。感謝の気持ちを忘れずに、立派な大人として、社会に貢献し、地元渋川市をこれまで以上に支え、盛り上げていくことをここに誓います。令和4年1月9日、渋川市成人式運営委員会、金島中学校出身、小野日和。正式の言葉、成人式運営委員、土橋奈穂。
以上をもちまして、令和4年渋川市成人式を閉式いたします。